クリスの背中があって。クリストを見てきました。今から電車に乗って上までだね。上まで行きます。うっふぅ。大丈夫、ありがとう。かわいい電車だね。何分に1回なんだろうね。結構みんなもう乗ってるんだよね。電車動き始めました。車でも上まで行けるんですけど、電車で行くこともできるそうで、今回の入場料というか電車込みでのお金が、私の場合日本人外国人だと2000円弱で、ウシみたいにリオ出身だと半額で買えるそうです。初めてこの電車利用するそうなので、景色とか一緒に楽しみたいと思います。行ってきます。ここにクリストの背中があって、みんなちょっと記念写真とかを撮ってます。少しだけこっちがビューが見えるので、もっと上に行くと一望できると思うんです。何年ぶり？わかんない。4年ぶりぐらい、5年ぶり、わかんない、わかんない。めっちゃ綺麗じゃん。来ました。この像自体は30メートルぐらいあるそうなんですけども、圧巻ですね。すごい綺麗です。写真の撮り方とかもみんな下から全部写るように一生懸命頑張って、寝転がりながら全員じゃないですけどみんな撮ってる感じです。世界遺産のクリストです。はい、ここがクリストに来た時に一番こうビオが綺麗に見えるビュースポットだそうです。シュガーロフも見えるし、今日天気がねいいから本当にクリアに全部見えるなっていうふうに思います。ここ本当みんな写真撮りに来ています。Cidade maravilhosa. It means beautiful city. Beautiful city. って感じで、なんかこうシティごとになんかそういう呼び名っていうか、そういうのがあるみたいで、なんか素敵だなっていう風に思いました。本当に綺麗な街です、リオ。できるところもあって、ちょっと軽食だったりとかコーヒーが飲めたりとか、基本的にはこんな感じでちょっとチルしてます。休憩する感じになります。電車の乗るところに来て、最初の時に撮った写真がここでバーって売ってるんですよ。でなんかこう結構、ね、値段交渉になってくるんですけど、こういう感じで3ショット撮ります。で、これが最初の値段でこういくらだよって言われて、で、これで2枚でいくらになるみたいな感じの値段交渉をして買うんですけど、もし買いたい人がいたらこの写真もすごい綺麗に撮ってくれているので買ったらいいなというふうに思います。はい、ということで下まで
降りてきました、本当に大体1時間ぐらい見て写真とかを撮ってきたんですけど、本当に圧巻で素敵な場所だなっていうふうに思いました。中に入るにはワクチン証明書と ID のパスポートが必ず必要になります、ワクチンパスポートがないと中に入れてない人がたくさんちょっと揉めてる感じのものがあったので、もし来られた際は事前に準備しておいてください。今からお家に帰って、少しゆっくりしたいと思います。この日は帰宅後にルイスが生まれ育った町というか住んでいたところを見せてもらうことになりました。歩いてるとですね、こうやって声をかけてくる方がたくさんいて、本当に地元なんだなっていう風に感じました。で、YouTube でこの地域のことは少しだけ見てきていたんですけれども、実際に見るのは本当に、もちろん初めてなので、すごくワクワクしていました。このように細い階段だったりとか道がたくさんありまして、ここを登っていって両サイドにそれぞれのお家とか玄関があります。本当に隣同士が近くて、で今はですね、彼の親戚が住んでいるということで、受け入れてもらって中に入らせていただきました。今はこちらの方がお一人で住まれているんですけれども、当時はルイスの家族が5人でここで暮らしていたそうです。今から中をちょっと紹介させていただくんですけれども、こちらがお手洗いと、シャワーですね。で、洗濯機などもあります。この後2階の方に進んでいくんですけれども、こちらがルイスのお姉さんとそのお子さんが住まれていた寝室になります。スペースがね、こう今はあるように見えるんですけれども、当時はですね、やっぱりこう狭かったっていうふうに言っていました。こちらが3階になりまして、ルイスのお母さん、そしてもう一人のお姉さんが寝ていたお部屋になります。3人で、ね、こちらで寝ていたそうです。話を、ね、聞いている限り、ブラジルの平均月収で安定した生活をするっていうのは本当に大変だなっていうふうに思います。そのため家族みんなで暮らせることが多くて、家族の絆もすごく深いなというふうに思います。なんかこう出会った彼と出会ったばかりの時に感じた、こう彼のなんかこう深い強さだったりとか人間らしさっていうのを、ブラジルに来て改めてすごく感じています。今回彼の家族だったりとか友達に、たくさん会わせていただいて、日本の反対のブラジルで生まれて育って、奇跡的にこうやって出会えたことに感謝したいと思いますし、今まで以上に本当に好きだなって思って、彼を大切にしたいなっていうふうに思える旅になりました。また新しい1年が始まります。来年もこうしてみんな健康でブラジルで会えるようにと願って、この1年間また一緒に頑張りたいと思います。また他の動画も見ていただけたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。それではまたね。チャオ。